1月10日の110番の日の今日、阪神タイガースの才木浩人投手が兵庫県警の一日通信司令官を務め、110番の適切な利用を呼びかけました。兵庫県警の一日通信司令官に任命されたのは、阪神タイガースの才木浩人投手です。才木投手は昨シーズン、先発投手の柱として自己最多の8勝を挙げ、日本一に大きく貢献しました。今日やることをしっかり役割というか、そういうのをしっかり持って皆さんに呼びかけできたらいいかなと思います。委嘱式の後、才木投手は JR 神戸駅前の両ドームで啓発グッズを配りながら、市民に110番の正しい利用を呼びかけました。兵庫県警によりますと、去年11月末までの1年間に寄せられた110番の件数はおよそ47万件で、このうちおよそ7万5千件がいたずら電話や間違い電話など緊急性のないものだったということです。事件や事故にあった、見たなど、緊急の場合には遠慮せず、110番に、通報してください。警察では緊急性のない相談などの際は専用ダイヤルシャープ 910 の利用を呼びかけています。